マミヒイラギモチは餅の木モ餅の貴族の常緑低木。別名、ヒイラギモチ。樹高は2から4メートルになる。樹皮は開白色で滑らかで、小さな皮目が目立つ。若い枝は単緑色で、細毛が密に生える。葉は互生し、若木となり木の葉は大きく異なる。若木の養身は、長さ1.5から3センチメートル。形は楕円形で、先端は、 刺しとなって、鋭く尖り、円には2から4体の先が刺しになる巨子がある。なりきの養心は、角質で、長さ1から2センチメートル幅0.8から1 5センチメートル形は、東蘭形、または、大円状円形で、先端は丸く、円は、全円、表面、利面とも無毛。なりきの歯には、長さ2から3ミリメートルになる傭兵がある。下期は5月。 私有一種で前年枝の溶液にある、ごく短い短い枝に1から3個の花をつける。学編は4個で、ごく小さい高卵系。花弁は、緑白色で4個あり、高大円型で、長さ約1.5ミ、mm、リメートルになる。花柄は、長さ3から4ミリメートルあり、輪辺状の小さい包容がある。柿は11から12月。果実は、角果で、 圏約6ミリメートルの球状になり赤色に熟し、4個の種子がある。貨幣は長さ約5ミリメートルになる。奄美大島固有種。奄美大島の最高峰である湯湾岳に分布し、山頂部と開けた、急な斜面部のみに生育が確認されている。園芸用のため採集され、激減した、絶滅危惧アイエありがとうございます。